こんな地中深くに、どうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな？言われてみれば、確かに、どこかで見たことあるような。これはカーン・ルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーン・ルイヤの至るところに咲いていた。この花の開花期間は、もともと2週間しかない。だが、誰かに手折られ、カーン・ルイヤの土から離れると、その花びらの成長は止まり、固まる。故郷の土に帰って初めて、花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故に、インテイワットは、勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことは、つまり。姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり、復興という大事な使命を忘れかけていた。確かに、こんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備は直に完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい。理論上ですと、およそ…いや、やっぱり、たとえ 1% でも望みがあるのなら、私たちも同じ。すでに、深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは、一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上、言われのない罪を、あの者たちに背負わせはしない。そのご決断は、教団にとって実に強固。何か見ていたようだな。何を見た。そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。